以前にですね、こよりを夜動画を、作ったんですけれども、このようにですね、引っ張りながらねじるというですねやり方が難しいという声を何いくつかいただきました。ですので今回はですね、このような形で引っ張りながらねじるというような形の氷の作り方ではない方法ですね、もう少し簡単にやる方法がないのかということで、それについてお話しできればなと思います。一般的なこのような形でですね、引っ張りながらねじるということで氷を作りますけれども、それとは違う方法ですね、それをお伝えしたいと思います。で今回はですね、このような和紙をちょっと使ってみますけれども、ここに濡らした布巾を用意しました。このような形でですね、まず、和紙に少し湿り気を与えまして、で引っ張りながらねじるというよりかはですね、くるくる巻いていくやり方、それも単にくるくる巻くんではなくって、さっきの氷と同じように引っ張りながらねじるということに対応する形で、このようにですね、左右に開きながら巻いていくというやり方、これをちょっとご紹介したいと思います。である程度ですね、湿気を与えた方が滑りが良くなりますので、このように少し湿らせた和紙の切れ端を用意します。でやり方なんですけれども、この端の部分ですね、この端の部分を最初はですね、こよりを寄るのと同じように巻いていかなければいけないんですけれども、このように両手でこのように巻いてあげます。和紙を湿らすことによって、引っかかりができますので巻きやすくなっているかと思います。でその後なんですけれども、このように両手でですね、両方の指でこのように少しずつ巻いてあげます。でこのように巻いては戻し、巻いては戻しというのをですね、こう繰り返していきます。両手で巻いては戻し、巻いては戻しというのをですね繰り返していきます。で手はこのようにですね、こう左右に広げるような感じで巻いていくと、引っ張りながらねじるというですね、さっきやった子より、初めにやった子よりの作り方と同じ効果が得られます。このように左右にですね、引っ張りながら巻いていくと。で手が乾いたらですね、このように雑巾 で手を湿らせてあげて、このように巻いていきます。少し端が固まってしまいましたので、少しですね丁寧に巻いてあげます。このようにですね、左右の手をこう広げるようにしながら巻いていくと、引っ張りながらねじるというやり方と同じような感じになります。見えますでしょうか。そうするとですね、このような感じで一本の紐のようになります。今少し湿ってますので、ちょっと立ちませんけれども、最初にさっきほどですね、作った小よりもありますが、このように乾くとですね、ピンと立つというようになります。ですので、さっきのような形で寄るのが難しい方は、このようにですね、左右に手を広げながら
ねじるというやり方もですねありますので、ぜひこのやり方でも小寄りを作ってみてください。